神道、お前の人生なんだから碁をやめようがとやかく言う気はないけど、でも一局だけ俺と打ち切ってくれないか。俺のために。いすみさんのため。ああ、そうしたら帰るよ。泉さんのためなんだよ、これは。俺が打ちたいわけじゃないから。まっすぐ碁の道歩こうとしている泉さんの気持ちはお前もわかるだろう。お願いします。お願いします。いすみさんのために仕方なく打つんだからな、俺。この一曲だけはいいだろうな。サイ、答えろよ。どこ行ったんだよお前。いけない、ワクワクしちゃいけない。でも右上は取られたけど厚みで勝る。神道は妥協しない。しかもよく読んでいる。読み比べなら中国で鍛えた俺は負けない。今だ。そうそう言うことを聞いてばかりはおれん。反発された。裁きの筋に入ったが、団子石にされて面白くないけど。霧が一本入るから形勢には響かねえ。また聞かしてきた。ここは受けてなどいられない。慈愛で遅れるわけにはいかないからな。いすみさんの石が浮いた。これを攻めながら白石を裂いて出れば。ここを連絡すれば俺は俺の方が有利。くそ、攻め取りか。これで形勢はまだ五分。まだまだ。
しいんだ。強くなった。ここで右辺の白模様を荒らせば、震度。この打ち方、あいつが、あいつが打ってたんだ。こんな風に、いた。どこを探してもいなかったサイが、心にいた。震度。サイがいた。どこにもいなかったサイが、俺が向かうバンの上に、俺が撃つその後の中に、こっそり隠れてた。お前に会うただ一つの方法は撃つことだったんだ。何か苦しんでたみたいだな、今まで。撃つよ俺、これから何十曲でも何百曲でも何千曲でも、泉さんともわやとも落ちともみんなと。